こんにちは、ウィルです。今回は4つのパスを一つ一つ解説していきます。それでは解説どうぞ。はい、それでは解説です。まず1つ目はパラレルシフトについてですが、このパスの特徴としてはテーブル上で行うことができる上、大きな動作を使うので非常にミスディレクションがかかりやすいというところにあります。はい、それではまずは全体の動きが分かるようにもう一度後ろから行ってみます。まずは例えばこのカードを選ばれたとしたら、ここでブレイクを取っておきます。そして揃える動作の中でこのようにパケットを移動させてトップにコントロールします。はい、それではまずは指の位置について話していきます。親指の位置はだいたいこのバイシクルの横のこのライン飛び出さないぐらいのところに置いておきます。そしてデックの持ち方としてはこのように縦に持つのではなくて横にこんな感じに持ってあげます。なので前から見ると縦にこのように持っておくのではなくて、だいぶこのように横にして持っておきます。デックの前エンドを隠すような感じでこのようにして持ってください。まずカードをデックに戻すときは下から3分の1ぐらいのところで戻してもらいます。そしてここでブレイクを取っておきます。上パケットのスタートは指定の位置に親指そして中指を置いておいてください。そして少しだけ親指を上に上げてこのパケットが動くのを干渉しないように注意します。このように回転させるときにこちら側にパケットが出てくるので、このときに親指がここにかかっていると邪魔して動きが遅くなってしまいます。そして下のパケットはこの親指のベースの肉の部分を中心としてこのようにして回転します。そしてこれをどれぐらい回転させるかということについては、だいたいこれを先ほどの指定のポジションで持った時に小指のこの付け根の部分に、このコーナーが当たるぐらいに回転させてあげます。なので実際にやるとこれぐらい回転させます。そして回転をさせた後はここのコーナーとここのエンドを親指と中指で保持してあげます。そして左手は人差し指の今示してあるあのあたりと親指のこの今示してあるあのあたりで一緒にデックのあのポイントを押さえに行きます。こんな感じにして挟んであげて、そしてこちら側を完全にフリーにしてあげます。下パケットその状態でこちら側は中指そして親指でこのまま引いていきます。引いてくると同時に2つのパケットを組み合わせてスプレッドをするということです。水平から見るとデックをもう一度3分の1あたりで分けてブレイクを保っておきます。下パケットをずらすタイミングとしては少し体をこちら側に向き始めたと同時にこの動作をカバーします。なのでこんな感じに見えると思います。そしてあとは軽く付け加えてあげるとトップにコントロールできています。この技法はパスなのでコントロールだけじゃなくてカラーチェンジにも使うことができます。ただしその場合は見えてはいけないので大きく体の位置をこちら側にずらします。その状態で先ほどと同じような方法を取れば綺麗にカラーチェンジすることができます。今までした説明を踏まえてもう一度前から行うと、カードを返してもらったとりあえずアングルジョグのところまで準備しておいて適当なタイミングでスプレッドをしてトップにコントロールします。はい、ジェフ・エス・ミラーさんのシガレットパスだったと思います。同じく3分の1あたりで持ってあげて、途中のハーマンパスみたいに T の字まで持っていきます。こんな感じで持っていくんですが、持っていった後は実はカードをこのように指でクリップしています。これは詳しく後から後ろから説明します。そしてここまで来たらあとはこのようにこちらの左側を使って倒してあげるとビジュアルに上に上がったように見えます。はい、それではまずは方法について解説していきます。まず中指と親指で中央線あたりの方を持っておきます。これは先ほどのパスとは位置が違うので注意してください。そしてこちら側を持ったらこっちの方のパケットは重ねる際にハーマンパスの途中のような感じでここまで持ってきておきます。ただ普通と何が違うかというと、こちら側の小指そしてこの薬指の間でカードを挟んであげます。下パケットを移動させたらこんな感じにしてパケットをここで保持しておきます。今これ裏から見るとこんな感じに小指によって支えられているような感じです。なので真正面から見せてしまうとこれって前からここの部分が見えてしまっているので注意してください。角度としては左の方を向いて行います。2つのパケットがこんな感じのポジションに来たら、今度は下パケットをこうして回転させて上に移動させるんですが、その時に上のパケットがまだこの角度だと回転しきらないので、軽くこの人差し指で中央あたりのこの部分を押してあげます。
押しながらこっちも同時にこのようにやってあげるとうまいこと2つのパケットを回転し合って重なり合ってパスが完了します。もう一度行うと小指と薬指の間に下パケットを入れます。このようにして挟むんですが、この挟む時にうまくいかないという人はここの上パケットのコーナーがこの下パケットの表面に当たっていることをしっかり意識した上で保持してください。そうするだけでこの1点、そして反対側の2点、そしてここの部分の3点ですね、上の薬指で保持されているのを分かると思います。でちょっとこれ関係ないかもしれませんが、普通のパスって1回の動作で行うんですね。それに対してこちらのパスは2回の動作で行います。なので1回このように準備段階があって、そして次の動作でパスが完了するわけなんですが、これはなぜ2段階になっているかというと、ちょうどこれが名前の由来にも通じて、もともとがこれギャンブリングテクニックとして考案されたので、例えばカードを配り始めるときに1回カットをしたりするんですが、そのカットを無効化するときに普通パスを使うんですが、その時に例えば配り始める前に相手横にいる人にタバコをもらって左手でもらって口に加えてそれを戻してくるとき、こっちの方にデックに手を戻すときについでにこの動作を行うので、意外とこれビジュアルな動作でもあるんですが、シークレットムーブとして一番最初は生まれてます。なのでマジックの演技の中で使うときは、例えば箱を移動させたり他のものを移動させたりっていうときに、ついでに手を戻すときにこうやって移動させることができるんですが、まあ他のパスが結構マジックではあったりするので、まあ多分その使い方はどちらかというと普通のビジュアルな動作の方が個人的にはいいかなと思います。なので表向きで出現させたりとかカラーチェンジの方が個人的にはこのパスは向いてると思います。はい、スティーブ・ブラウンさんのミッドナイトシフトを少し僕はアレンジしたものとなります。よくミッドナイトシフトというと知ってる方結構多いと思いますが、赤色のカードをトップとボトムに置いておいて真ん中に黒のエースを置いておきます。そしてこれを軽く撫でてあげると黒と赤のエースが入れ替わるよっていう感じの演出に使われることが多いんですが、通常このコントロールパスを、トップコントロールとして密かに行うにはちょっと無理があります。というのも普通揃える動作としてこんな感じの揃い方ってしないんですよね。なので、普通のトップコントロールして使いたい場合は、僕的には最後のところこの結局この動作に至るまでの、まあ、理由付けっていうのがあった方がいいかなと思って、僕は最後ここまで来たら普通のカスケードなどを使ってこの動作に意味を持たせるようにしてます。分かりやすく表向きで行うとこんな感じにして見えると思います。あくまでも手遊び的にこうしてカードを落としただけだよっていう感じに思ってもらえればいいなという感じです。ただカラーチェンジで使う場合は結構これ綺麗に見えます。普通のパスと違って、普通のパス例えばここで変えたとカラーチェンジした時に結構この部分がカバーされているので、こっち側にいる人に対してはちょっと微妙な感じでカラーチェンジが見えるんですね。なので大きく見せたい場合は個人的には結構ミッドナイトシフトっていうのはすごく優秀なやつだと思います。しかもこのパス右側を向いたとしても意外とこれバレるもんではないので、かなり角度にも強いものとなってます。はい、それでは解説です。とは言ってもそんなに説明することはないんですが、通常のハーマンパスの動きが分かっている方は途中のこの動作まで移動させます。そしてここまで来たら今度はこっちの左手の方は上のパケットを組み合わせに行くんですが、それと同時にここまで来たら右手の方は親指がこっちの外側エンド、そして中指の方は下エンド、こんな風に支えてあげるような感じでラストこの左手はこんな感じにして側面を揃えます。揃える動作はカジュアルに行ってください。あまり大げさにやるとちょっとおかしいので、こんな感じにして軽く揃えます。前からゆっくりやるとこんな感じにして見えます。意外とゆっくりやったとしても大きな動きはカバーしてくれるので、そんなに角度を気にする必要はありません。特に表向きでカラーチェンジする場合はなおさらこの動作がカバーしてくれるので、より綺麗に見えると思います。はい、それではスプレッドパスについてです。ただ僕はスプレッドパス普段使わないので、今回は軽く解説しておきます。また下の3分の1ぐらいでカードを戻したら、こちらのカバーでこの奥までカードを隠れたと同時に、これは個人の自由ですが、まあ、曲げた方が簡単ですかね、人差し指を曲げて、そしてこの下あたりでこんな感じにして、パケットを倒してあげます。そしてそのまんまこれを閉じると同時に残りのこの下パケットも揃えてあげるという感じです。
注意点なんですが、見えやすいところがここの人差し指と中指の中間なので、これをするときはこんな感じにして移動する瞬間はこうやってカバーしてあげるといいです。なのでこのまんまだとこうして見えてしまうので注意してください。それでは動画の最後におまけです。どんなものかというと、過去に僕が解説したパスの改良版となります。僕が過去に解説したデッグリップを使って、自分で作ったやつなんですけど、こんな感じに返してもらったらこうしてデッグフリップをして、今のでトップコントロールしているというものなんですが、場合によってはこれカードが1枚ポロッと落ちてしまう時が、なくはないんですね。なのでもう少し精度を上げようということで、カードを返してもらったらこのようにすることにしました。返してもらったら揃えてこういう回転です。多分あんま違い分かんないと思うんですが、以前は上パケットが時計回りにこのように回転します。こんな感じにして回転させているんですが、もう少しこれを精度を上げるために反時計回りにこんな感じにしてもっと簡単にすることにしました。なので今までよりもわざわざこのように構える必要もなく、ラフに行うことができるのですごく楽だと思います。このパス今でもやってるよという方はちょっと改良したので、この方法をやってみてもいいかもしれません。はい、いかがだったでしょうか。ここまで結構長かったですけど、4つのパスと1つのパスを解説しました。で、どんな状況でも角度に完璧で、動作が完璧なパスっていうのは存在はしないので、いろんな状況で、それぞれ合う、パスっていうのがあったりするので、いろんな種類を知っておくと、その時その時で最適化されたパスっていうのができるかなと思います。過去に解説したパスについては概要欄の方に載せておくので、ぜひ興味があればご覧ください。それでは